だからね、若者の皆さん、ね、今平均寿命が女性が 88? 男性が84ぐらい?調べてからも無いよ。だから世間話だよ。88が87でも89でも、どうってことないじゃん。死者誤入する100だから。1000になんねえじゃん。1万になんねえじゃん。あのさ、その性格やめた方がいいよ。バレるから。ああ、知らなかったね。朝から晩までさ、てめえの嘘がバレねえように、先回り先回りしてさ、えらえらってやってんと、すぐバレちゃうよ。すぐバレちゃう。ね。ふるさとへお帰りになられて、まずい。56分。いいんだよ。48秒しか見ないからね。多分最後を見てんだと思うよ。最後。最後何言ってんの?お客さんはどっから目になったの?なんでバレた?匂いでわかるよ。日本人って勘が鋭いな。いや、お前が間抜けなだけ。バレた?目見りゃわかるよ。ワンキホイワッチンカバカゲーネクサンで。若者の皆さん。今日という日が明日もあるっていう保証は何もないよ。何もない。難病になっちゃうかもしんないし、癌で余命あと3日よって言われちゃうかもしんないし。交通ルールを守ってね、左が平均時速で走ってたら、反対車線から、飛び込んだ、来た車と正面衝突して、死んじゃったとか、植物になっちゃったとかね。ないわけじゃないから。で、歩道を歩いてても、タイヤが転がってきて背中にドーンで死んじゃったっていうのも、あんだから。俺が荷車引いてた頃。2回あったよ。それいつ調べれば、世間話だからさ、世間話打ち返ってネットで調べて、あ、こいつ毎回嘘言ってんなったら、そいつ相手しなきゃいいんだから。ああ、あいつらの方ね。これかい?誰が?でさ、一箇所炎症があるとさ、あっちこっちに炎症が広まるんだよね。全身が痛くなるんだよ。そういうことで、蜂蜜 OK、蜂蜜ポッカレモン水を飲んでまた寝ましょうかね。まあ、当分、だから、視聴回数圧倒的に減ると思うよ。私の視聴回数は踏切だからね。踏切映さない限りはもう、視聴回数は伸びないね。この先、1ヶ月は。でもまあ、まっすぐして歩けるからさ、ちょっとならね。一週間後は、まあ少しもっと歩けんじゃない?ただお買い物行ってしょって帰ってくるっていうのは無理だね。まあ先のことはわかんない。若者の皆さん。明日のこと以前に、一瞬先わかんないから。ね。過去にも申し上げたけど、楽ちん。はい。とにかくさ、横隔膜をこうやって、パックンパックンやれないわけさ。だから、上の方さ、100cc ずつ入れたり出したり。君器用だね。いや、人間ってそうやってできてんの。バカじゃないから。でっかい声だぞ、今、しびれた。若者の皆さん、今の一瞬が、良くも悪くもずっと続くわけないから。
ね。なんでって言わないと、どこ連れてかれちゃうかわかんない。本当にわかんない。ネットの CM、そっぽ向いてんじゃん。こいつらバカだなって思わないと、どこ連れてかれちゃうかわかんない。今度我が社でできた新商品です。前向いてないよ。そっぽ向いてんだよ。今、横向けないからね。そっぽ向いて、今度出た商品これです。とってもいいです。そっぽ向いて言ってんだよ。前向いてないよ。えらえら笑うんだよ。商品買ってちょ。買うわけねえじゃん。なんでそっぽ向いてるかわかる？嘘がいつバレるかな。もうバレちゃってんから、そっぽ向いとこう。キャーですよ。これはもしかすると粛清かな。具体名上げてないから大丈夫じゃない。一箇所悪いとね、思うようにいかないこともあるよ。でも思うようにいかなくてもくじけちゃダメ、うん、怪我は治るから、うん、曲がっちゃった骨は元通りにならないから。お金かければ治るよ。また手術する切って繋いで足してみたいな。お金かければね。今ね、仕事がない。先に希望の光がない。じゃとりあえず、これして、これして、ビールでも飲んじゃうかな。うん、それがいいんじゃない。いいダグダグの平平くん。今日はごちんかばかげんねくさんで、ごえんほうでつかまえくんとのおい。ぼうでつかほうゆ。いずこの地もそれぞれに、わうむ。September the 6th, 2023.Wednesday before dawn, 4-6 a.m. よいよいよとしよう。ね。あんた今日もこういうものすんの？この先もこういうのいっぱい打つの？うん。長生きできねえと思うよ、そんなことやってんと。1時間3分33秒。まあ、ちょうどいいかね。